通は吸って吐く。一般我们挥剑都是吸气，然后挥剑的时候吐气。那因为我们挥剑的时候吐气，所以其实你的那个气是整个往下，你的剑会整个往下掉下去。所以老师他其实他举起来他是有吸气的，可是他其实挥出去的时候他还是有吧，其实是吸气，他的吐气是把它吸到丹田。吸的，吐的时候，吐的时候，吸的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 ，吐的，吐的，吸的，吐的，吸的，吐的，吸的，落ちてるんだ。自分の足肌に落ちてるんだ。だから、ですからなぜこういうことを言うかというと、私の勉強ですが、普通の先生が言う通りになったら、その先生を超えることはできない。如果按照一般我们其他老师的教法，就是像刚刚那样子切下去的时候，你的整个气势会往下掉，你其实本身你的健康、你身体是这样。だから、这是老师自己学习。先生ということは本当かどうかを確かめるためには，那老师为了要去印证到底是以前老师讲的是对的，还是后来老师自己的想法是对的，先生の言ったことを反対をやってみる。那所以老师他就试着用原本老师教的一个相反的方向去试试看。いつも先生の言うことが正しいかどうかはわからない。因为不知道说到底是不是原来的老师说的到底是不是真的。学校の先生が教えたことはもうみんな生徒は正しいと思う。那因为在学校的时候，我们通常都认为说台上老师讲的东西都是对的。これが一つの教育ですね。这个都是我们一贯的教育。じゃなくて、正しいかはどうかは先生が決めるんじゃない。就一件事物的它的本质是对或是错，通常都是老师他在决定。あなた方の決め。那其实事实上是我们自己本身的。最初を教える。あ、生徒は、あ、聞いたこと、OK、OK。一开始都是在上面他怎么教，那我们以下就是怎么样认为，哦，这就是。これはすぐ忘れるんです。那如果是这种学习方式，其实也很快就会忘记。だんだんステップバイステップで勉強してくると、生徒、あ、先生ですね、彼はね、生徒は疑問を持つ。I have question. Okay, and so question. Okay, 先生、answer.一般これは質問と答えですが、本当は質問する生徒が疑問を質問しますね。一般我们大概就是可能固定在学习的时候，那可能我们就会有什么问题，那我们会想要问老师，请老师帮我们做一个解答。その答えは先生になる。那但是其实那个问题的解答并不是在老师的身上。自分が疑問を持った時には、自分の答えを自分が見つける。其实当你有什么一个问题的时候，那个问题的解答是自己要去发现到，自己去找到答案。